茨城県道2号水戸鉾田沢原線鉾田市安房、茨城県区間、稲敷市西大香取市沢来、終点香取市沢来、終点に茨城県道、千葉県道2号水戸鉾田沢来線は、茨城県水戸市から、千葉県、香取市に至る県道である。茨城県水戸市から国道51号に並行する、形で南下し、鉾田市と行方市を経由して、千葉県、香取市へ至る。 長距離主要地方道である。保田市中心部付近では、市中心部外角を一周する、環状道路の一部を形成する。途中、国道51号や国道355号と、長距離にわたり重複している区間がある。1954年1月に建設省で主要、地方道を指定する告示が出されたのを受け、百五十四年九月一日、茨城県では、 道路法第7条の規定に基づき主要地方道を一時、認定した23路線のうちの一つで、起点を、三戸市、県内の終点を、県海稲敷郡本新島村、重要な経過地を、鹿島郡諏訪村、鉾田町、行方郡朝尾町、霞村とする路線が、県道美と鉾田沢良線である。1995年に整理番号2となり、現在に至る。 道路法の規定に基づき、水戸市、塩崎町東茨城郡大洗町、大岩町間と、鉾田市滝浜から、行方市浅尾間及呼び、鉾田市、鉾田道間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。市内の水田地帯を通る道の、山の橋は、 道路管理者の点検結果、橋台に著しいひび割れが発見されたことにより、交通安全確保ができないとして、2015年8月13日より全面通行止めとなり、復旧予定の目途は立っていなかったが、同年11月4日より迂回路となる仮設橋による仮復旧にて、中型車、大型車交通規制とした交互交通可能となっており、 平成28年7月より、元橋掛け開工事のため、全面通行止めとしていたが、平成29年3月15日より、共用開始され、これまでの通行規制はすべて解除された。串引きや、友和里塚ロードパーク福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ガ路ド海。 大洗線を県道とするための区域変更。この区域変更に伴い、県道中港大洗線が一部短縮された。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと、ありがとうございます。